町田選手に横浜 FC 戦後来ていただきました、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ナイスゴールでした。ありがとうございます。いい形で先制点ということでしたが、まあ、あれはほぼノムのゴールと言ってもいいぐらいな感じだと思います。なるほど、はい、そういえば後半にも最後1対1あれよ。そうですね、もう反省です。本当に反省です。次の試合からの課題ですか。もう戻りたい、あの瞬間に戻りたい、あの瞬間に戻りたい、あの瞬間に今日はもう戻れないんで、はい、次の試合天皇杯もまだあるんで、次は決めます。そちらで、はい、頑張ります。ぜひ決めていただいて、今日の得点で J1 リーグ8得点目になりましたが、はい、どうですか。2桁いきたい気もしますね。あと1試合ですけど9点目いけたよ。いや、そこがなんかまだダメなんだよね結局ね。柏戦2点いきましょう。頑張ります。まず1点。悔しい。天皇杯もあるんで悔しい。最後一言サポーターにメッセージお願いします。最後も勝てるように頑張ります。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。